小さい会社が大手の会社に勝負かけるための一気に成長させるための何かをね導入するっていうのが多いんです。すべてのビジネスにおいて導入すべきもの、やらない意味がわからへん。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルではマーケティングについて実践的な方法を皆さんにシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。はい、このチャンネルでもそうですけど、マーケティングのこと勉強させていただいて、うん、ちょいちょい実践させていただいてるんですけど、細かいな。そうこれってマーケティングってずっと続けていかないといけないんですか？ああ、もちろん。そんな当たり前のことを何を言ってるんだって話ですけどなんかこうぶっちゃけって言うとちょっとめんどくさいなと思ってきちゃいました。はいはいはい。それ言うとこのチャンネルの意味がなくなってくるんですけど、言いたいことすごくわかるよ。マーケティングってね、一回始めたらいつまでやればいいんですかという質問。これ結構皆さんが来ます。結論から言うといつまでもなんですね。いつまでも。このいつまでもの部分を楽にする方法は当然ある。楽ですよ。例えば私なんかいろんなところにマーケティングを入ってますよと。で、自分がね、出資してできてる会社で、スケールが上がってる会社結構ありますよと。そこにずっと自分がマーケティングで入り続けているかというと、やるのはまあメンテナンスぐらい、実際は。方法の一つとしては、まあ組織化の問題、システマイズ、仕組み化。これは過去にもですね、この仕組み化のジャンルっていうのはもうありますんで、よかったらね、結構仕組み化シリーズ、組織構築シリーズなんかもありますから、ぜひ皆さんね、見てください。トップページの多分下の方にあるんじゃないかなと思いますので、最近、まあ、過去に撮った動画結構多いのでシリーズにしてまとめてるんで、ここのパートが自分が弱いのかなと思うパートをね見てもらうのは結構ねこのチャンネルにおいてはおすすめなんですね。で、今回はですね、まず仕組み化とか組織化とか、まあ、人を使わない、まあ、非属性性のマーケティングとかいろいろあるんですけども、今日ちょっと皆さんに提供したいのはコイミックのこの質問の鍵にもなるんだけども、クロースハックマーケティング。グロースハックマーケティング、グロースハックマーケティング、すごい有名なマーケティング。もともとはやっぱこの企業の成長とかでよく使われる、グロースマーケティングって言葉が別にあって、それにグロースハックってまたあるんだけども、コイミン君でも分かりやすく言うと、ビジネスが成長していくためにまずは継続性を大切にしましょうっていうマーケティング。継続性です。継続型モデルと思って、例えば通常のマーケティングっていうものが大体ですね、広告かけたりとか SNS とかやって見込み客集めて商品を売っていくと、ここまでがゴールなのに対して、グロスハックマーケティングっていうのはもうここに集まった商品をね、最終的には商品を売っていきましょうなんだけど、商品を売る前に重要になってくるのがお客様の活性化でしょう、継続性でしょうっていうことを、まあ、すごい中心に置いてる。分かりやすく言うと、じゃあこう考えてください。コイミン君ゲームします？ゲームします。アプリとかのゲーム使います？ちょいちょいやりますね。アプリとかのゲーム始めるときにいきなり課金したりとかしますか？いや、しないです。しないですよね、はい、課金する前に何します？ゲーム進めてみます。まあそうそうそう、ゲームをこうやってて、はい、すげえ面白いこのゲームと、でそれが例えば毎日ログインしてずーっとやってたら、なんかある日急に課金するつもりなかったけど、そろそろガチャでも回してみようかな、でなんかそろそろ新しい武器でも手に入れてみようかなとか思ったことありますね？あります、それですね。これがまあ簡単に言うとグロースハックマーケティングの基本みたいな。前提は何かというとですね、商品をいきなり買わせる云々ではなく、自分たちの商品サービスをいかに継続的に使ってもらうかってことなんです。いろんな例があるので、いきなりお金を払って会員になるっていうパターンもあります。例えば例出すと、私がやってるビジネスコミュニティっていうものはこのグロースハックマーケティングというのをちょうどね取り入れてる最中なんですね。他にもいろんなねマーケティング入れてるんだけども、グロースハックマーケティングっていう意味で言うと、さっき言ったその継続っていうのはすごく重要ですと。会員さんがどうやったら継続していけるのかってことを考えた時に、活性化するためにイベントが開催されていたりとか、マッチング会が開催されていたりとか、さらには一人一人の細かいヒアリングサービスなんかもね、今ちょうどすぐ作ろうってやってたりとか、あるいは今までね Facebook グループっていうものを中心に私コミュニティやってたんですけど、それをやめてちゃんとアプリケーションに変えていきましょうとかっていう風に、とにかく一番の起点となるのは、そこにいるお客様やユーザーがちゃんと長く使ってくれるようなサービスは一体何なのか。なので真逆の発想で言えば売り切り型だったりする。一回売れたらいいやっていう発想ですね。営業のスタイルもそうなんですね。グロースハックマーケティングの考え方がある人とそうじゃない人ではスタイルが全然違います。例えば私の場合だとですね、結構まあいろんなサービスとかを提供したりとか紹介したりとかするんですけども、中には結構導入費用が高いものっていうのも存在するんですね。普通の営業マンだったらば、いきなりそこでね相手の問題点とか言っていきなり商品を売るっていうこともまあできるでしょうけども、最近私はですねほぼ営業しないんです。
それよりも関係値を作ることにすごい時間をかけてたりとか、クライアントのその結果にすごいフォーカスをすることが多いので、例えば何か商品とか提案することがあったとしても、別に今買わなくてもいいみたいなのを言うんですよ。広告代理店の紹介があったとしますと、すごい優秀な広告代理店があったとして、その広告代理店の月額費用が仮にね、500万取るとしましょうか。広告代理店に月500万で結構取ってるよ。なかなか導入するの難しいですと。ただすっごい優秀だとしましょう。仮ですよ。悩むわけです。やっぱ月500万円か結構するなと。だけどそこでね、すごい強いプッシュをしたら売れちゃうと思うんですよね。強い営業マンとかだったら。で、私も本気のプッシュをしたら、やっぱ優先生が言うから間違いないみたいな感じで買ってしまうと思うんですよ。でもそういうやり方は基本的にしたくなくてですね、なぜかというと、ビジネスの根底っていうのは LTV っていうのが一つあるんですね。顧客障害価値と、そのお客さんが最終的にいくらお金を払うのか、長期的な関係っていうものが特に今の時代に求められてる。これは本当に皆さんすごい重要なポイントなので覚えててほしいんですけども、今 SNS がものすごく広がっていますと。で、これだけいろんなところでいろんな情報が出ていますと、商品をリーチする力は昔に比べて容易になった。つまりいろんな手法がリーチできる。だけども、それで、ただ単に売ってしまって、その先ずっとリーチし続けていくのか。つまり今日のホイミの質問ですね。いつまでもいろんなところで告知しまくって、広告をかけたり、フォロワーやら何やらやってって、売って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 苦しくない。苦しいよね。苦しいです。だからこそ重要なのがすごいこの関係性っていうところなんですね。だから私のクライアントなんかはもうその場で強い営業なんか別にしなくても、何回か顔を合わせていったり、周りの人たちが結果が出るのを見始めてから考える方も結構いらっしゃいます。で、私別にそれはそれでいいと思ってるんですね。別に今日この瞬間に決めてくださいなんてしなくても、4ヶ月5ヶ月あるいは半年あるいは1年とか経って、やっと予算ができました、予算分けできました、それで導入しようと思うんですみたいなのに全然 OK だと思ってるんですよ。もう行ってしまうと。ってなると大切なのが継続的な、ここも関係性。営業も売ろうともよ、一発で売れるけども、そうじゃなくて継続的な関係性がずっとある中で、どこかのタイミングで決めましたという風になるお客さんも多かったりします。今回のね、グロースハックマーケティングというモデルの一番中心軸にあるのはこの継続性って話なんですね。クライアント、お客様、ユーザーが継続性が高まるからこそ、どこかのタイミングでキャッシュポイントが生まれていくと。しかも安定する、しかも自分たちの強固なですね、信頼関係があるので、ちゃんとスケールも上がっていくっていう発想に行き着くわけなんですね。新規集客ですごい疲れてしまってる人とかは特にすごい重要な考え方ということで、早速やっていきたいんですけど、今回はですね、心理学の分野ということもありますんで、私はグロースハックマーケティングを実践でね、結構使ってますけど、まず初心者がね、この動画見てる方多いので、初心者向けにまず概念、どういう風に使っていくのかっていうパートをですね、わかりやすく教えてくれる先生をお呼びしました。それがマーケティング和尚こと、ドクター遠藤和尚博士です。はい、やってきました。名前がどんどん長くなってきましたけど、はい、そうですね、私そろそろ本当にドクター遠藤やめてもらって、マーケティング和尚にしたい。マーケティングこの白衣を脱いでもらって、脱いで袈裟になってくる。そういうことですね。もうそこから見た人にとっては本当に完全にただの和尚じゃないですか。そう、なんか和尚がマーケティング語ってるみたいな。いやー、インパクト強いな。それ自体がマーケティング合ってるか、ちょっとそういうのはさておき、面白いな。1回ぐらいだったらやる。マーケティング保証、マーケティング保証、1回だったらマーケティング保証カードできちゃうよ。ああ、はい、ということで、もうこの人一体誰と、そして君たち何の話してるのっていう方もいらっしゃるので、簡単な自己紹介しますけども、ドクター遠藤と、日本ではですね、珍しい法廷臨床心理博士という博士号を持ってる先生です。海外ではですね、ニューロマーケティング、神経系のマーケティングであったりとかもやっておりますし、犯罪者のね、構成であったりとか、かなり珍しい経歴を持ってます。一言で言ってしまうと、心理学マーケティングのエキスパートなんですね。ということで、このグロースハックマーケティングとは非常に人の感情の部分であったりとか、心理的な部分にも密接な関係もあるし、アメリカでも当たり前ですね。当たり前です。日本でももうスタートアップ系とかでは当たり前のように入れているということなんですが、分からないところをですね、分かりやすく解説するこのドクターエンドのね、特徴でもあるので、実際その辺を今日皆さんにシェアしていきたいと思います。またもですね、今回ね、リスナー代表であるホイミン君と一緒にですね、やっていきますんで、早速やっていきましょう。リスナー代表ホイミン、はい、はい、ということです。最近多分私よりも出てる時間長い。もう薄々思ってました。はい、リスナーがまだ気づいてないんで大丈夫かと思います。今言っちゃってんじゃん。はい、では早速いきましょう。
ということで、こちら書いてある通りですよ。めっちゃインパクト満載の図ですけど、うん、これなんか、なんすかこれ。天国と地獄が決まるクローサハックの巻。やば。トミー、これ質問だよ。はい。商品サービスが自分自身をマーケティングしてくれたらいいと思わない？自己増殖みたいな。え？すかそれ、めちゃめちゃいいです。勝手に自己増殖してくるみたいな。なんかめっちゃいいウイルスみたいな。そうそうそういうこと、そういうこと、そういうこと。ハックってのはどういうことかって、ビジネスの成長とか、その商品サービスの成長が勝手にうわーって広がっていく目的を持ってやるのがグロースハックですよ。天国と地獄が決まるって言ってるのは、グロースハック戦略マーケティングやってたらどっち？天国。天国、そういうことだよ。やってなかったら地獄。もう決まっちゃうっていうね。今の時代やってないスタートアップベンチャーないんじゃないかと。グロースハッカーって言うんですけど、そのタイプのマーケッターを。グロースハッカーが絶対いるよ。すべてのビジネスにおいて導入すべきもの。やらない意味がわからへん。わからへん。まず関西弁になるぞ。概念と理念だけでも覚えていったら、すべてのビジネスの戦略に応用することができるんで、後々の自分が楽をね、なんか本人が楽したいっていうから。楽したいです。楽したい。何もしたくないです。それをするために、最初の段階で手こ入れをしたら、後が楽だよ。みんな結局面白いんだよ。すっごい労力入れんの。プロダクトローンチって聞いたことない？ああ、はい、あります。で、大抵のプロダクトローンチって、新しい商品をローンチして、わーって売り上げ立てるんですけど、ロケットのようにね、打ち上げるんですけど、目的地がないロケット。目標がない。だから打ち上がって、はい、そのままどこにも行かずに地上に落ちてくるの、弾道ミサイルじゃん。ただの被害で、これなんでですかって言ったら、方向性がないんだよ。落としてる子をどこにしたいかとか、はい、その増えたお客さんをどうしたいかっていう、要するにグロースハック的な考え方とか準備をしてないから、テレビとか出て一発屋になっちゃうお客さんとかもそうですね。はい、お店とか、はいはいはい。うわーってお客さん来て、うわーってテレビで有名になって、はい、で、さばききれずに、私って一回テレビ出たことあるんだよね、みたいなお店っていっぱいある。グロースハックを入れてたら、それによって活性化された細胞がうわーって増えるようにいったはずなの。残念。残念。残念。古いですね。字面だけ見るとめちゃめちゃなんかこう、聞きにくいっていうか難しそうなイメージあるんですけど、グロースハック。これ見るだけではね。これ僕頑張ったらできますか？簡単なものだったら、はい、一言足すだけとかいうレベルでできる。あ、そうなんですか、ね、そうそうそう。普段の日常に一言足すとか、あとは自動化でできるやつとか、なんか、やらないよりやった方がいいっていうこと結構あって、はい、ちょっとでもいいから、商品サービスが成長するためのことを解かなかったら、なんか成長しない子供みたいな。うん、赤ん坊のままずっと世話しなきゃいけない、なんかずっとおむつ替えなきゃいけないみたいな、うんうん、だからそれがさ、少なくともさ4歳5歳ぐらいになったらまださ楽になるし、なるほど、ちゃんと成人したらより楽になるんですけど、うん、でもそれをねなんかね導入したい、成長したい、うん、だから大抵の人のマーケティングが辛い理由は、少しサービス赤ん坊で最後まで赤ん坊だ、うん、手がかかる。人間ですらね、そんなレベルの発達障害ないのにね。いや、あるけどね、奇病で幼児化するやつありますけど、まあ、それはね、狙ってやってるもんじゃないですからね。成長させていきましょう。じゃあ、グロースハックって何なのということで、こちら、誰も説明してくれないグロースハックの4要素。海外では当たり前ですけど、日本ではあまり説明されない。なんでだろう、わかんない。やらなきゃいけないことが4つあります。で、グロースアップができるためにはこれやってもらわなかったら本当にどうにもならないっていうものが何個かあります。一つがデータを取ることとテストすること、うん、データドリブンです。分析して KPI 取って何でもいいから、ね、ここ最近、はい、ホイミなんか KPI 取ってるのもある。 KPI ですか、なんだろうな、自分の中でキーパフォーマンスあった気がするんですけど、ないってことだね、これもう確実にですね。データ取んないの、明日からやります。ああ来た、明日からやる。明日になった時点で明日は明日になるんだよ。いつまでやってもやらないんだよ、というのね。データがなかったら何が起きてるか分かんない。改善のしようがない。グロサックもクソもない。付き合いがあるさ、自分の子供っていうのはさ、成長してるかどうか一切分かんないですね。自然界のものっていうのは勝手に成長するからさ、ちゃんと成長してるかどうかなんていうのは気にしなくてもいいんですけど、ビジネスとかマーケティングはさ、ちゃんと成長してるかどうか測んなかったら分かんないんですよ。ね、勝手に成長するものでもなし、願うしかないですもんね。成長してくださいっつって、ね、シャイワーンっつって、俺らのマーケティングを成長させてくれって言うしかない。
存在しないので、データ取ってください。絶対ね、絶対で、まあ私の専門なんですけど、行動心理ってやつですね、お客さんの行動心理、購買者心理ってやつですね。これをよく理解する心理学の動画あるので、概要欄なんかね、ここら辺パッて出てくると思いますんで、そちらの方見ていただければと思います。プラスアルファで覚えておいてほしいのは、グロースハックに関係するやつで言うと、人間は基本怠惰です。あ、怠け者ってことですか。そう、基本ホイミンです。ということは、はい、そんなホイミンですら、ついついその商品サービスを広めてしまうようなことをしてあげる。ホイミンが広められる。そうそう、ホイミンが広めてくれるぐらい。これ皆さん考えないけど、ホイミンがあなたの商品サービス変わったら、ホイミンがなんか知んないけど他の人たちに商品サービスを広めてくれる現象が起きるためにはどうしたらいいだろうか。難しいっすよそれ。そんなことない。そうなんですよ。勝手に来てたらもうすでにさ、広告塔になってるみたいなやり方あるじゃん。確かに。期待しない。キーワード、コード心理ね、はい、ホイミンに期待しない。ホイミンが何か特別なことをしてくれるなんてことを期待しない。期待しないからこそ、期待してないなりに勝手に起きる現象をどうにかしよう。なるほど。勝手にクロースハックですね。次はコーディングとオートメーション、プログラミングってことです。 IT、はい、アプリとか、やっぱ IT 系は使わなきゃいけないですよ。オートメーション、自動化、なんか自動化してるものある。自動化ですか。うん、ないっすね。掃除機ですか。掃除しないで。掃除機ルンバってことですか。そう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 。掃除機自分でやってます。なんだったらほうきでやってますもん。もうその格好のまんまみたいになってじゃん。時代背景がそのままみたいになってるね。どれだけ人生楽になるかっていうのは自動化できるからね。子供から大人になるにつれて自動的に成長してたじゃん。はい。ってことは、自動に成長するシステムがなきゃいけないんだよ。うん、で導入しなきゃいけない。なんか勝手に成長する。なるほど。だアプリとかではよくあるよね。だから勝手に人に広がるために、友達を紹介してみたいな、うん、シェアしてみたいなさ、何も言わないけど勝手にシェアされてるとかあるじゃん。ありますね。そういうのが必要。楽にして。一つ前に戻りますけど、行動心理で言ったらグロサックの様子どこで出てくるか。例えばこの YouTube だって他の SNS にシェアする機能ついてるじゃん。はい、ありますね。で分かりやすくなってるでしょ。はい。でシェアボタンも簡単にできてるじゃん。探さなきゃいけないってなったらホイミンですよ。やらない。絶対やらない。2クリックもしなきゃいけないんだから、やらないでしょ。1クリックですら怪しいのにね。なんでもうこれですよ。行動させるためには、その人にやってほしいことを行動数を減らす、大事です。でそこにオートメーション化で、なんか自動的にそれが行われるシステムを導入する。で最後がクリエイティブマーケティング。何ですかそれは。まあクリエイティブや、別名ゲリラマーケティングとも言うんです。おお、ほうほうほう。奇抜なやつ、ちょっとサプライズ要素が入ってます。ああ、はい、そう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 。他の人たちがやってない、まあ、なんか同じマーケティングしちゃったら同じ海に埋もれてしまうみたいな。マーケティングの世界の概念って、広告って広告だらなんだよね。仕入れてんのって、その棚を仕入れてんの、広告の看板みたいな。でみんなが使いたいやつって安い高いどっち。安い。一番高いです。高いです。例えば日本で言ったら一番交通量が多いのが新宿じゃん。はいはいはい。で新宿の駅のポスターを貼る場所っていうのは他の駅よりも圧倒的に高い。へえ。まあ通る人の量も多いですけど、そこに広告出したいと思ってる人たちが多いから取り合いになっちゃうから高くなる。でこれ考えると、みんながやってることをやると基本的には広告費っていうか費用が高くなる。で費用が高くなかったら労力が増える。誰もやってないマーケティングとか、誰も着目してないマーケティングこそ一番安い。クリエイティブマーケティングです。ちなみに例題欲しい。欲しいです。あ、欲しい。実例、はい、物の試しで、私過去にね、友達と一緒にやったやつがあって、はい、何かって言ったら Facebook なんですけど、はい、うちのビジネスペースを立ち上げまして、誰もフォロワーがついてない状態で一気に増やそう。広告費かけるの嫌だな。かけるけどそんなかけなくないです。で何を思ったか、東南アジアの子供たちをターゲットにして広告かけるんです。おあとポイントね、はい、東南アジアの発展途上国の子供たちはお金を持ってるの？持ってないと思います。まあそうですよね、はい、そしたら広告をかけて買ってくれる消費者にはならないから、大抵広告出すやつがいない。いないから広告費は安い高い。どっち？安い。そういうことです、うん、安いんです。安い、めっちゃ安いの、うん、
その子たちにかけてちょっと面白いミームってあるじゃん、あの波動拳みたいなやつ、ミームね、なんかあの赤ん坊がガーみたいななんか言ってるやつとかあるじゃないですか、ああいうのを作って面白かったらフォローしてねみたいな一言言って、もう何も考えてない子供たちじゃないですか、押してくれるのとか。当時 Facebook でフォロワー1人を日本人を増やすのに1000円から2000円かかってた。結構かかります、ね、結構かかるんですよ、あの日本人ってそんなにフォローしたがらないから。この子たちがフォロワーになるのにかかった費用が 1.2 円。ここでさ終わったらさ、江戸先生のビジネスページにやたら東南アジアの子供たちがいっぱいフォロワーとして存在してて何の価値があるんですかってなる、はい、そこから大人をターゲットにした。おー、大人を。大人。当時の Facebook は自分のフォロワーの友達の友達に広告を出せた、うんうん、で友達の友達の大人に絞って広告を出した。友達に対して勧めるのに広告費あまりかかんない。Facebook とかの Google とかもそうですけど、信用売ってるんで、全く新しい人にこの商品どうですかってパッて出すと信用とか失ってみんな Facebook 見なくなっちゃう、うん、でも友達が使ってるもので、あなたもどうですかって言ったら、うん、あいつ確かそれ使ってたなって、はい、俺もちょっと見てみたいなって思う風になるわけです、うん、だから友達に対する広告って費用そんなかかんない。でこう大人に対して広告費売ったんですよ。でこれもやはり同じぐらいの値段、1円もかかってないぐらい、 0.8 円とか1人当たり、うん、これが増えるの。こっからその大人が知っている日本人に対して広告を打った。もう一個あったのは、その大人が知っている英語を喋る人に広告を打った。その英語が喋る人が知ってる日本人にも広告を打った。やったら風が吹けばおケアが儲かるじゃないですけど、一人から一人にこうやって打ってるじゃないですか、広告を。で労力かかりますか、かかるけど、一人当たりのフォロワーを結局最終的に日本人一人のフォロワーをつけるのに私 4.8 円でいきました。1000円のところ。ということは、これデータ調べながらやってるんで、何が起きたかって、リーンマーケっていう現象が起きてる。一番お金をかけずに済む方法っていうのは、クリエイティブなマーケティングとデータをちゃんと取ること。だからデータ取ってチェックしてたんですよ。どのミームが一番クリック率の費用が安いからみたいな。1円とかの世界です。何千の世界だからね。でも、どれだけ安くやれるかって謎のね、このパッションのもとやってましたからね。結局最終的な落としどころの一人当たり結局合計でかかった費用が4円から5円の間っていうかね。で、安く済ましたいんだったら皆さん絶対これやってね。もう一つはなんか組み合わせね。行動心理学にデータを合わせると、CRO、コンバージョン、レート、オプティマイゼーション。コンバージョンの最適化。マーケティング侍でもそうですけど、皆さん行動心理学勉強してる機会があったんじゃないかなと思います。でデータ見てると、どうやったらどん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 お客さんがもっと買ってくれるかっていうのを最適化していくことができます。お客さんランディングページ来てくれるけど広告クリックしてるから買ってくんないなって思ってるんだとしたら、データ分析とその分析した結果に合わせてどういう風に言葉変えたりとか映像変えたりとか画像変えたりとかする、考えるだけの行動心理を理解しない、データあるんだけど分析できなかったら今あまり意味ないっていうね。でこれをやるとこのコンバージョンが最適化されますと。クリエイティブマーケティングとあのオートメーション、あのテクノロジー作るのはテックマーケットですね。テクノロジーマーケティング、リーンマーケでもありましたけど、同時にテクノロジーマーケティングでもあったっていう感じだよね。 Facebook の広告使ってるのは機械使わなきゃいけなかったんで合わせてやりましたけど、で最後が行動心理学とコーディングオートメーションね、はい、行動心理学を理解してオートメーション化するとエクスペリエンスの改善になる。 UX って何って思わない？なんすか UX って。なんかすげえ必殺技みたいな感じありますけど、 UX ユーザーエクスペリエンスってやつですね。お客さんって面白いんですけど、使いにくい商品って使わなくなる。アプリのゲームとかでもなんか操作性悪かったんですぐやめる、やめない。あ、やめます、やめます。そうでしょ、はい、これもまた行動心理なんですけど、楽なのか否かみたいなこと考えないんですよ、うん、これすごい簡単なところなんですけど、グローサックの分野にも入ってくるし、ニューロマーケティングっていう分野にも入ってくるんですが、購入するときにやたら記入しなきゃいけないことが多いウェブページ。最悪っすね。増えれば増えるほど買わないから。でアマゾンさんがやたらお客さんが商品サービス買うのは、もう言ったら一度登録してたらすぐに買うってボタンあるの。ニポチぐらいですよね。ワンクリックでしょ。ワンクリックか。あれワンクリックでメインの登録されてる住所と登録されてるクレジットカードで決済されて、はい、その商品がもうあの速攻で送られると。これどういうことかって言ったら、もう人間は怠惰な、ホイミンだって考え方と、それを自動的にどうやって購入できるかの組み合わせがユーザーエクスペリエンスの改善になってるんです。買いやすい、で紹介しやすい、使いやすい。でそうするとこれら全部を合わせたのがグロサックです。全部やれてグロサック。でこうするとさ、なんかやれない気がするでしょ。もうなんかもう混乱してきます。もう無理じゃねえみたいな。もうなんか全部難しそうっすもん。でしょ？はい。だからそれがホイミンでもできるぐらい。
例えば、はい、なんかお店選んで化粧品屋さんみたいな。あ、化粧品屋いいよ、はい、何売ってる？香水？香水だったりとか、そうですね、化粧水とか、まあそういうものね、はい、SK2 みたいな感じで。あ、そうです、そうです、売ってると。化粧品屋さんをやってるとします。来たお客さんに商品サービスを買ってくれましたと、はい、買ってくれたのを勝手に広めてほしいと。例えば、ね、例えばまずは考え方ね。香水とかさ、化粧品の広め方ってさ、はい、どうやってみんな紹介する？使ってよかったよって口づけにとか。あ、あるよね、はい、ハンドクリームぐらいだったらこれ使ってみてよってさ、使わせない？ああ、はいはいはい、自分のやつやります、やります。ってことはサンプルがあった方がお客さんはそれを広め安いってことだよね。ってことは商品サービスのボトルの中にもうすでにサンプル用のボトルが入ってるとしたら、開けた瞬間に実際使う用とサンプル用がある。サンプル用は小さいからサンプル用って考え方もあるし、携帯用って考え方もある、うんうん、で携帯用だったら友達がなんかそういう話して、うん、あ、ちなみにいいのはあるのって言って勝手に使わせる。そういうところがオートメーションって言ってる。クリエイティブなんだよそれが。今言ったのが行動心理に基づいて人間の行動を考えた時どういうふうに紹介するかって考えたのは、化粧水とか化粧品を友達に紹介する時は大抵その同じものを使わせてみたりする、うん、でなかったらサンプルしなきゃいけないから、これ二度手間なんだよ。すごい、私使ってるファンデーションいいのって、ファンデーションとか同じを使ってみるってならないし。ならないですね。ならないじゃん、はい、口紅とか、うんうん、同じのどうってきつくない？なんかね、進めてきてこいつ大丈夫か、うん、そうで、ちょっと私も唾液がついてるけどみたいなね、なんか嫌じゃん。行動心理で考えた時、進める時にじゃあその人はどうしなきゃいけないかっつったら、進められた商品をたまたまどっかのデパートで見た時にサンプルがあって使わなきゃいけない、うんうん、そうすると手間とランダム性がすごい多い。一旦行かなきゃいけないし、そこの場で完結しない。でその場で完結するにはどうしたらいいか、じゃあその商品を使ってもらえばいい。でもこの人が持ってる商品を進めるかっていったら絶対やらない。サンプルをこの人が持ってなきゃいけない。でサンプルを別途渡してこの人はじゃあそれを持ち運ぶのかって言ったら、そうはならない可能性がある。ってことはサンプルがもうこれに付属してればいいっていう考え方になってる、うん、そしたらサンプルを付属させたりくっつけてる状態で持ち運びできやすいものにして誰かに渡す、うん、っていう形を取る。クリエイティブマーケティング、これが合わせてますよね、うん、でこれが実際効果あるかっていうのを測る。データを集めなきゃいけないから、実際次買った人にアンケートをしとって、うちの商品サービスどうやって知りましたかって言ったら、友達がサンプルを持っててそのサンプルを使って良かったと思ったから来ましたみたいな選択肢を用意しとく。でそれを選択する人が多かったらクローサーク、へぇーっていう簡単なこと。なんかできますね。アイスクリーム屋とかでも行きますよね。アイスクリーム屋包み紙あんじゃん、あのコーンの、あの包み紙をクーポンにしてる場合、もう渡す手間すらもう省く。食べてもうついてるみたいな。絶対持って帰りますね。嘘、持って帰りはしないかもしれないけど、これ食べてて外すじゃん、外した時にあれクーポンこれ次の割引だみたいな、割引券だみたいな、食べてる最中に割引券だって、たまにさ子供でさ私欲しいみたいなこと言うやついいんじゃん。でそこでさ親がさ 10% オフだったらもういいかなみたいな感じで、はい、下手するとここでパッとこれじゃあこれでこれを使って買ってきなさいみたいな、でそのオートメーションが発生する。食べてる最中の本のこれ紙外すっていう動作するわけだ、はいはい、そんなことやってない、やってる人いないからクリエイティブなわけでしょ。あとはそれが実際に購買率に変化があるかどうかをお店の人たちが見て、そのクーポンを持ってくる人たちの数見て、全体の売上高がそれ使わない時よりも増えたか、お客さんの数、そしてグロースハックあれさ、グロースハック、へーすっげえアナログなグロースハックですけど、もう全然オートメーションしてるけど全然 IT 使ってない感じの、何も IT の要素ないんだけど、 IT の要素があるタイプのグロースアップは有名なのはホットメールさん。ホットメールさんは今も無料なんですけど、広めるために何したかって言ったら、例えば本人が私にメール送ったら、本人のメールの本文の最後にあなたも無料で E メールアドレスを手に入れませんか、ここで作れます www.hotmail.com っていうのがバッて出てくる、それでクリックする。もうメール勝手に送るわけじゃん、はい、でついてくる勝手に、解除することもできるね一応、手順不明は。で手順不明なかったら解除できない、ちょっと面倒くさいんです、ね、面倒くさい、あ無料だからそこらへんいいがって代わりに広告してくれて、うん、代わりに告知してくれて、でこれですよ、これが大事なんですよ。ドロップボックスさんとかも同じことしましたね。自分の友達にシェアするとか、あの割引券出すとか、 Uber Eats さんも結構やってますよね。なんか友達を紹介したらみたいな感じのやつ、誰々を紹介したらその人でクーポンが手に入って、私もクーポンが手に入るみたいなのがもう自動的にそのアプリの中に存在する。オンラインでやってることもオフラインでやってることも変わんない。どうやってこれをできるだけアクションがしやすくやるか、だからホットメールさんとか究極だ。もう使ってたら勝手に広まってる、ウイルスのように。ウーバーイーツとかは要するにちょっと二度手間な、わざわざさ友達にさ、ウーバーイーツ使ってるっつってクーポンあんないから
って言いづらいし、そもそももう広まってるから、友達もやってたりしますよね。友達の代わりにウーバーイーツ頼んだりとか、うん、できるようになってったら、違ってくるのかなと思いますけどね。おごるおごったりとか、だから、はい、あの違う場所に頼んで送るとか。なるほど。で、その時にウーバーイーツのやってるこの人たちがチラシを渡すみたいな。うんうんうん、次はアナログになりますけど、うん、そういうやり方もありっちゃありなんでしょうね。ホビーなんだったよ。なんかちょっと物を売るとはまた変わってくるのかもしれないんですけど、僕よくマクドナルド行くんですよ。はいはい。ハッピーセントを大人のとあなたが頼んでるんですか？相当バイトがハッピーですけど。お子様セットとか僕大好きなんですよ。大好きなんです。サポイミンはね、いつまでだってもね。はい。それで席に持っていくときにプレートの上に紙があるんですよね、はいはいはい、それになんかこう一緒に働きませんかみたいなのが書いてあるんですけど、あれもグロースハックの一部だったりする。まあそうですね、もののついでで、マクドナルドで働きたい人なんてマックが好きな人しか働かないですからね、うんうん、そこで告知しないでどこで告知するっていう。確かに。だからそれも僕のグロースハックの一種にはなります、うん、いいとこ目つけてますね。いいとこ目つけてますよ。 Airbnb 初期の頃は Airbnb に自分の貸し出したい家であったりとかをポストしたら、アメリカにあったクレイグリストっていう同じリスティングサービスがあるんですけど、そこにも同時に添付されるボタンが用意されてます。ポチッと押すだけでインターフェースが繋がってて、登録したら勝手に自分のログインアドレスのところにこの家も借りれますよっていうのが出るんですよ。 Airbnb でも掲載中みたいなのがあって、 Airbnb なんてもんがそんなにするんだっていうのが分かるわけですね。別のところにも掲載するシステムを導入する。これね、うちの業界やってほしいですよね。ワークショップとか研修とか、一箇所に添付したら別のところにも添付してくれるサービス欲しいもん。手間がね、少なくて済みますもんね。これ考えると面白いですけど、 Airbnb さんで考えたら、これさ、掲載するとこ、クレイグリストって別のところで掲載したら、ライバルのサービスのところで掲載してるじゃんって思う。じゃなくて、当時スタートの時は、Airbnb よりも、そのクレイグリストっていう会社の方が、お客さん数が多かったんですよ。弱小だった。だから、添付でこう掲載させて、中にいるお客さんたちが、そういうサービスあるんだって気づかして、こっちが増えるまでの間ずっとやってる。容量増えたら、僕その掲載システムを同じとこに添付させるシステムをやめたの。賢いね。ドロップボックスは友達を紹介すると自分の容量が増えるのかな。面白いですね。容量が増えるシステム。やっぱ小さい会社が大手の会社に勝負かけるための、一気に成長させるための何かをね、導入するっていうのが多いです。こういうのをやっていくということですね。で、これ一応フェーズがあって、やり方なんですけど、こちら。フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3というふうなものを狙ってきます。フェーズ3から考えていく。一番最終目標か。これは7つの習慣のスティーブ・コビー博士と一緒です。最後を考えてから行動するということで、だから最後がバイラルって言ってシェアされて広まっていくのを考えなきゃいけないんで、同じような概念を劉先生が出版の本のやつの中でも語ってるんですけど、日常で使えるものだとみんな口コミで広めていくと、はい、だどうやったらみんなが私今これ使ってんのよねっていうのが広まったり、また自動的に広まるかっていうシステムを先に考える、うん、もう一回なんか消費サービスで考えようぜ。なんか例題出して、じゃあ冷凍食品とか。冷凍食品いいですね。新しい冷凍食品を作りました、はい、じゃあ冷凍食品がバイラルになる、これ面白いね。冷凍食品がバイラル、何の冷凍食品にしようかね。冷凍食品何しようかな。ハンバーグとかどうですか。ハンバーグにね、はい、この冷凍食品のハンバーグなんですけど、ちょっと工場的にも大変にはなるんですけど、やるだけの価値があるのは、何個かに1個ハートのハンバーグが入ってます。金のエンジェル、銀のエンジェルみたいな感じで入れとく、はい、そしたら当たった人が、はい、あ、私ハート入ってたって言って写真でツイッターとか X か今はね、はい、とかインスタとかに上げる可能性がある。丸のハンバーグ以外のハンバーグが出る確率を用意しとく、うんうん、っていうバイラル要素を入れとく。まずここからで、グロースハックを考えなきゃいけないですね。グロースハック継続したら何がいいとかですよね。 Amazon さんと連携することができて、定期購入すると安くなるっていう、はい、ありますね。一応あのシステムも導入してもいいんじゃないかなと思いますし、あとは冷凍食品にクーポンをつけるかつけない か冷凍食品をバーコード読み取ったりとか QR コード読んで自分の会社から頼んだらスーパーよりも安く買えるというシステムもありかなと思います。
いますけどね。あとはどう成長させるか。冷凍食品のシェア。冷凍食品をいつシェアする？ママさんとお母さんとかじゃないですかね。ああ、ユージ、こういうのいいのあったわよみたいな感じ、はい、ママ友みたいな。ママ友に対して渡す。としたら、ハンバーグが一定量個包装になってるとかね。ジップロックみたいな感じの状態で、このまま持っていけるみたいな。近所ぐらいだったら渡しますね。で、その個包装されてるやつにも、QR コード付けてクーポンが発送されるみたいなのは、結構本気でやってる冷凍食品の会社でしょうね。工場的にハートを入れることの費用は安くはないと思うよ。でも初期の段階でやったら今ある冷凍食品会社を打ちのめすくらいの戦略にはなるんです。フェーズ1に戻ってプロダクトマーケットフィットを考えなきゃいけないですね。プロダクトマーケットフィット、ハンバーグがマーケット、これコンセプトメイキングになるんですけど、マーケットに適切かどうかってことですよね。みんな何を求めてるかなって。このハンバーグが大豆ミートとかハラルとかイスラム系の人たちって豚肉食べれないんで、あと牛肉食べれない人もいるからチキンハンバーグですってっていうのもありかなと思いますね。日本のマーケットにそれが欲しいと思ってる人がいるかとか、胸肉とかにして、はい、油分少なめみたいなことやったら、大豆ミートでやって、はい、子供たちの筋肉を育てると、あとボディービルダー層に合わせたのと、はい、あと宗教上の理由から食べれないという人たちを囲んでやるんだったら、新たな冷凍食品の未来ですね。面白そうですね。面白いです。これ考えてくるとね、やっぱいろいろいい商品考えられますよね。その商品は個包装されてて、Amazon での定期購入ができたり、または自分のホームページから購入すると安く買える。何個かに1個ハートが入ってる。子供大喜びですよ。お母さんハート入ってたよ。絶対写真撮るし。絶対 X 出すでしょ。今日はいい日だったね。というのが、まあ、フェーズ1、2、3という考え方のブロスさんとなります。これパネル的な流れですけど、ARRR っていうね、戦略になるんですが、日本語に変えまして、まずこれ何ですか？取得。お客さん取得。だからリストですよね。どうやってお客さんの流れを手に入れるかっていうことをまず考えなきゃいけない。どういうふうにお客さんが認知するか。一般的にマーケティングと一緒ですよ、そこはね。アクティベーションっていうのがオプトって言って、リスト化される。で、保持継続がなんか無料でもいいからずっと使い続けてもらうとか、安くてもいいから使い続けてもらうっていうところを入れる。だからホットメールって考えてみたら、そこで言ったマイクロソフトあまり利益出てないです。無料だったから。ホットメールのアドレスを使わないと、マイクロソフトの商品なんか物によっては使えないでしょ。ですね。でしょ、はいはいはい、だからあれ、E メール自体は無料ですけど、だからそれ以外のサービスもあれがないと使えないと。会社でマイクロソフトのマイクロソフトワークプレイスとか使うようになったら、みんな使わなきゃいけないから、シェアボックスもね、みんな使わなきゃいけないから、そうなるからとか。どうですかってリファーラル、紹介の制度を導入しとく。先ほど言ったやり方でもいいんですけどね、クーポンであったりとか、勝手に広まる方法であったりとかね。で、どっかで商品サービスの収益化が見込める商品を用意しとく。っていうのが、1年のグロースハックの流れです。だからいきなり収益化目指すわけじゃなくて、継続的にやり続けることによって、リュウ先生も、この YouTube チャンネルもそうだし、一応ね、利益は出てる。普通に YouTube チャンネルとして。はい。ビビたるものですからね。ね、ホイップヒューの給料はスーパーサンクスで出来上がってますね。200円とかいう世界観ですけど、投げ銭でできておりますけど、ここでみんなが継続して見てくれて、例えばシェアしてくれたりとか、友達とかね、マーケティング勉強したい友達がいて、あ、これ見た方がいいよっていう紹介してくれたりしてくれる、それが発生して、で最終的には私たちのこのビジネスの収益化っていうよりも、ビジネスとしてちゃんと成り立つ理由は、リュウ先生とかでも勉強会やったりとかコミュニティやったりとか、そういうものがあるからっていう話ですよね。で別にみんなが破壊できるようなものでもないし、これに関して言ったら収益化っていうよりも夢ですよね、あれは。ユー先生も別にね、私もそうですけど、働かなくても本当にいいですからね、本当は。本当は。でもね、よくやるよね。ですよね。私もそうかもしれないですけど、ようやりますよね。ここまで来たら、なんか夢があって、日本の経済どうにかしたいとか、なんか手伝えることがあるんだったら、起業家たちを強くしたいっていう思いがありますよね。経済学的に見たらね、日本今ね、発展途上国に戻ってますからね。すごい貧困なんですよ。もう戻ってます。先進国の中でも、超貧困国なんで、日本人ダメんじゃないよというふうに手伝えればなっていう形でこういうふうになっておりますっていうのが、まあ一連の流れになります。
ということで、ホイミン、はい、スタートアップ、中小企業、個人事業主でも使える戦略、はい、テクニック欲しいと思うんですね。めっちゃ欲しいです。グロースハックの先ほど言ってた戦略を念頭におすすめする6選をテクニックありますので、マーケティングで使っていただければと思います。お金がなかったとしてもどうやっていくかっていうやり方を考えていきましょう。1個目、インフルエンサーマーケティング。インフルエンサーマーケティング、フォロワー数いっぱいいるインフルエンサーっていうじゃん、はいはい、あの人たちに自分の商品サービスについてのレビューとか告知してもらう、レビューはとかいうのも使ったりしてるのも全然 OK ですね、うん、ここら辺意外と費用そんなかかんなかったりするんで、これでちょっとで注意してほしいのは、インフルエンサーのフォローしてるお客さんとかが自分のお客さんと同じ人じゃないといけないんです。シナジーってやつですね。シナジーがなきゃいけないですね。だ、私の場合だとね、40代から50代の間の人がよく来るので、それを持ってるインフルエンサーってどれが誰なのかって見つけなきゃいけないですけど、でその人に対して、例えばその人、私たち YouTube チャンネルあるので一緒に登壇しませんかとかいうやり方とかも全然やり方としてはあるし、物販とか商品持ってる人たちはこれ使ってみませんかっていうふうにプレゼントして、はい、使ってもらって、それでレビュー書いてもらったり、なんかちょっと写真でも載っけてもらえたら万々歳みたいな、この狙ったわけじゃないけど、かなり有名なね、PPAP、おー小太郎さんは、はい、ジャスティン・ビーバーが、それに対して広めたから一緒にして、超でかいインフルエンサーがうわってやったからで、ね、一気に広まったわけで、はい、あれは狙ってないですけど、狙ってやるっていうやり方をやってみてはいかがかなと思いますね。安いところだと3万4万5万ぐらいでもうできたりするので。2つ目、アフリエーター。おー、はい、インフルエンサーと合わせたなんですけど、やり方としては成果報酬型でやるっていうのはね、こっちのリスク少なく済みますね、うん、アフリは売れたらキックバックがある。インフルエンサーの場合はその人たちにから反応があったり、それのリンク踏んでくれたらそれに対して費用払う、ね、まあ、アプリもそうですよね。リンク踏んでくれたら払うっていうやり方もできます。広めてもらうための戦略としてはありですね。リファーラルマーケティング、またこれもね、リファーラルマーケティングで動画がねありますんで、そっち見ていただければと思います。紹介制度をやっぱ導入してほしいなと思いますね。紹介するためのシステムとかプロセスとか、先ほどにも言いますけど、グロースハックのコアな部分ですよね。紹介勝手に行われるっていうのは、なんでぜひぜひ紹介しやすいようにねしてほしいなと思いますけど。でカウントダウンタイマー、見たことある？なんかこう、あと24時間以内であればお安くす買えますみたいな、そういうことですよ。そう、あと1時間でみたいな、はいはい、まあ、いろいろなところでね、オンラインでも見ることあるし、残り1日みたいなやつとかね、うん、カウントダウンタイマーはグロースハックの中にこれ単体で存在するのかって言ったら、それだけ効果があるからなんですよ。つけるとつけないとでは売れる率が変わってきますからね。残り何日みたいなのを入れといた方がいいですよ。次のイベントまで残り何日っつっていうのを入れるだけで、あ、買わなきゃっていうなんか焦りが生まれる。焦りっていうよりも現実なんだけどね、人間って現実逃避するから、本当は買っといた方が良かったのにっていうね、本当は告白しといた方が良かった先輩とかね、今のうち言っときゃワンチャンあったんじゃないかと、ね、はい、思う後悔とかね、まだ時間があると思い込む人間のね悪い癖ですね。卒業式までカウントダウンがあれば、あとカウントダウン、あと何日ってやってればいいからね。もうなんでカウントダウンタイマー設定とかウィジェットっていうやつですけど設定できるので、入れられるんだったら入れてみていただければと思います。特にね、自分の目玉商品とか一番大事な商品にはカウントダウンタイマーつけてもいいかなと思いますね。次、オンライン広告ハック。一つは普通のオンライン広告ね。お客さんの中でこれ面白いんですけど、お客さんの中で地方のお客さんで SNS とかやり始めましたって言って、お客さん集客できてませんって言うんですよ。大抵のお客さんどうやって来てるんですかって言ったら、検索です。検索じゃん、それ SEO 対策じゃん、 SEO と MEO 対策じゃんみたいな、はいはい、やらなきゃいけないことそっちじゃんみたいな。でその上で自分のビジネスの名前とか自分の地域プラス床屋みたいな、床屋さんやってんだからね、で広告出せるんですよ。で自分の名前で広告は絶対やっといた方がいいですね。なんでですか？ ありがとうございます。なんでかって答えましょう。なんでかって言ったら、その検索ワードをで広告を押さえとかなかったらライバル社がやる。本当だったらホイミンのとこに行くお客さんを私がホイミンっていう広告出すの。やだ、キーワードで、はい、でも本人関係なくて、本人に行く人たちの知りたいこと の、 あの文字が Google だったら上に出てくるから、とりあえずクリックする。で全部こっちに行く検索で、そっち行くはずだったのが全部こっち来るから、ライバルがどこにあって、ライバルの検索ワードとか探せばねできるですよ、うん、そういうツールがあるんで。ウェブサイトの多くの人はどこから入ってきてるかで、どのキーワードで入ってくるかって分かる、うん、そしたらそのキーワード広告打たれてないんだったら、したら自分が打ったらこれあの広告ハックってやつ、ハッキングしてる。本当だったら検索してあなたのところに行く人たちをこっちに全部持ち込む。
それいいっすね。これもなんかさっき言った大手のあやかった作戦みたいな、あのグロサクって大抵ね大手をあやかってるかハッキングっていうか、もう寄生虫もいいところだけどね、ある種。でもビジネスっていうのは勝負っていうのはそういうもんです。弱肉強食じゃないですけどね、賢いやつが勝つみたいな感じがあるところので、やってみてみたらあかんかなと思いますね。で大抵がね広告かけられてないもんだからね、安いんだよね、人の個人名とかね安いんですからね。でプリローンチ戦略、プリローンチオープンカートって言って、商品サービスが買える前段階から来るぞ来るぞ感をずっとやる。いや今いい商品が来るんですよ、今作ってるんですよって言って、今まさに構築中で、今来ます今来ますみたいなのをずっとやる。ファンの期待値上げてるから、出た瞬間にみんなが買うっていう動作の最初の起爆剤になる、プリローンチは。それに合わせてプリローンチで合わせてローンチ戦略入れて、ローンチ戦略がその中にリファーラルとかが入ってるのと、継続系の商品サービスがあるとしたならば、ちゃんとしたグロースハックになるということで、グロースハックで使える戦略6つということでね。簡単にしてる理由はマーケティング侍でちゃんとそのパートの動画ありますんで、ということで一言で言ったとしたら、グロースハックとは何だと思いますか？自分の商品がその商品を買った人を広げていくみたいな、自動的に成長していく、自動的に広がっていくっていうイメージです。合ってます。でそれのためにはどうしたらいいだろうかを考えながら、マーケティングとか商品開発とかギミックを入れていくはもう必須である。もう21世紀ですよ、21世紀だからこそやんなきゃいけないということで、本人も学んだ、よかったということで、まとめに行きましょう。はい、ということですね、今回はグロースハックマーケティングということで、初心者でも分かりやすいステップの話をしていたんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回のこの動画を見てですね、さらにそれを復習用というか、まあ、分かりやすく解説した補足資料もちょっと今日ね皆さんにプレゼントがあるということなんで、ほとんどグロースハックの小さい教科書の冊子みたいなものになっちゃいますよ、量が多いから。教科書が欲しいのね。1000ページぐらいですか？そんなないです。小さな教科書と言われると私の中では1000ページを指すんですけど、私の分野の教科書って言ったら確かにそうなりますって。ですよね。だけどそんなないです、初心者用なんです。なるほどね。数ページぐらいで、まあでもまとまってるの。まとまってる。はい、ということで、まあ、今回の動画で見たものをすっごい分かりやすくまとめた補足資料を皆さんダウンロードできるようにプレゼントさせていただいております。でそちらはですね、まあ、毎回好評なんですけども、このマーケティングザムの概要欄を見ていただければですね、 LINE がありますんで、はい、LINE の方登録しておいてください。登録するとこんな形ですね、補足資料ということで出てきます。でこの補足資料本当にすごい人気でですね、このチャンネルの今いろんなところでですね、まあ、補足資料の話が出てるんですね。やっぱ動画を見た後に補足資料をワンセットで見て再度学びたいとか、あとでね印刷して使いたい。で動画では長いけども、印刷だとねすぐ終わるんで、手元で常に使えるようにしたいっていうニーズが多くて、最近この補足資料というものを出しております。で一回 LINE 登録してなければですね、この過去の動画の全部の補足資料見れますんで、すごく便利ということで、補足資料集って形でもう皆さんにもうかなり大ボリュームのやつをねお渡ししております。その LINE を登録していただければすぐに使えるようになりますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでですね、この動画が良かったって方、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。そしてシェアね、もう最近シェアしていただけるとすごいありがたいんで、動画の感想とかそうやってシェアもぜひよろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、流星で高王将、高博士、ありがとうございました。あなたまで王将って言ってる。もうブランディングでどうしようか、崩壊し始めてくるんですよね。勝手に人のブランド崩壊させるのやめてほしいですよね。これもちょっと社会的実験ということで、あのどっちの方が定着するか。そうですね、まあドクター遠藤なのか、どうなのか、王将なのか。ね、絶対説法なんてしないからな。でも出てる頻度が多くなるから、おしょうおしょうって言ってたら、やっぱ人はやっぱおしょうになってたよね。やめてください。だからって言って僧侶だったらいいんですかとか、そういうことじゃないですね。坊主だったらとかね。いやだから YouTube だってまさにこの継続ビジネスの中心だよね。まあ、そうですね。ずーっとこうやっていくと、それだけですごいなんかそっちにみんな反応変わっていくというか、もうこれ自体がすごいよく継続できてるなと思いますもん。いや本当に本当に、あのもう3日目でやめようと思って、もう3ヶ月経ちましたけども、結構ねこの動画出る頃には4ヶ月目かなということで、結構頑張ってるんですけど、その継続といえば、私最近ボイシー始めてるんですよ。ああ聞きました。はい、最近じゃないですが、継続っていうねワードで言うんだったらば、ボイシーは実は YouTube 以上に大きなメリットがあるんですね。うん、ボイシーに関してはやるとね分かるんですけど、うん、YouTube と違ってフォロワー全く増えない。あ、聞いたことあります。そんなに増えないっていうの。いやそんなにどころの話じゃなくて、いやマジでボイシーフォロワー増えない。びっくりするぐらいに。やる意味あるんですか。いやもちろん
唯一の違いが、はい、ボイシーの方が YouTube よりも毎日見てる率が高い。へまあ厳密に聞いてる率が高い。本当にコアユーザーの集まりみたいになってるのがボイシーだから、ぶっちゃけ再生数は YouTube の方がはるかに多いんだけども、コメント数はボイシーの方が圧倒的に多い。コアファン用ですよね。コアファン用ですね。ファンとのコミュニケーションとしてボイシーを使ってるっていうので、これもある人から聞いたんだけど、ボイシーのフォロワーが2万人ぐらいの人がいて、で他の SNS もそんなにやってない。インスタグラムぐらい、インスタグラムもフォロワー2万人ぐらいなんだけど、この前この人がやったのがオンラインライブセミナーです。6000人同時視聴で集まったから、すごいです。2万人中の6000人が来た。そう、どうやって作ったのって話をしたら、ボイシーなんだよっていう、うん、ボイシーっていうちょっと媒体ちょっとさておき、例えばこれを見てる皆さんとか応用するんだったら、音声媒体とか、このコミュニケーションが、例えば接触頻度上げていく媒体だったら曲も何でもいいと思う。でも音声はすごい効果あるなと思って、この YouTube で言えないようなことはバンバン出してて、日常感満載の。すごいフランクだっていう噂ですよね。はい、フランクどころかもう真逆のキャラクターなんじゃないかぐらいの感じで言ってます。もう龍先生どこ行ったぐらいの勢いですか、ね、あ、龍先生って名乗ってないんで私のボイシー。ノンファットミルク太郎って名乗ってこの前はみたいな感じでしょ。毎回変わるんでしょ。毎日名前変わるんで。よくアイデア出てくんな。もう意味不明の。ちなみにこれは本当にコアファンができるんで、まあもちろんそういうコアファンができるための運用というか、まあでも適当だけどね。質問をすごい受付してる。まあだから簡単なところは質問を受け付けて、毎日それに返答してやり続けるってことです。コメントとか、あと質問の返答とか、YouTube では回答しないんだけど、ボイシーでは回答して、すっごいそれが継続性のあるいいファンが生まれて、私もすごい楽しいみたいな感じになってるんで、こちらですね、概要欄、ボイシー出ていると思います。まあ画面も今出てるかもしれないけど、ボイシー、私のマーケティング侍のね、まあボイシーはですね、気づきのラジオという名前で、私がふとした瞬間に気づいたこととか、そういったものをですね、出してるんです。あと本人の悪口、本人の悪口言ってんすか。いやもうすごい楽しいんです。楽しいっていうか楽しいんです。逆に悪口しか出ないような行動を毎日してるんです。ああなるほどね。もうね、本人のいい話で埋め尽くしされるようなチャンネルにしませんか。ねえ、そんな行動本人が取るのかですね。ですね。じゃあ本人のいいことをじゃあラジオで言うから、最近やったいいこと言ってみて。僕最近いいことしたんですよ。ああ僕買ったマクドナルドのポテトを他の人に1本あげました。